アイラブ一宮。一宮市広報アイラブ一宮、司会は私福井理香と伊沢ちぐさです。どうぞよろしくお願いします。福井さん、はい、一宮市では県と共同で健康づくりを応援してくれる、うん、一宮健康マイレージという事業がこの4月から始まったそうですよ。一宮健康マイレージ、初めて聞くね。健康づくりを応援してくれるってどういうことなのかな。そうですよね。早速お話を伺ってみましょう。本題に行きましょう。はい、今回は中保健センターの松川さんにお話を伺います。松川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。松川さん、早速ですが一宮健康マイレージって何ですか？はい、皆さんが運動や食事など日頃の生活習慣改善に向けた取り組みや特定健康診査をはじめとした様々な検診の受診、市が開催する健康講座などに参加することでポイントを集めていただくものです。一定のポイント獲得者には愛知県内の協力店でいろんなサービスが受けられる愛知健康づくり応援カードマイカを交付しております。20歳以上の市内在住の方を対象としています。つまり健康を意識した行動をするとポイントがもらえるってことですか？そうですね。どうやってポイントを集めるんですか？はい、このチャレンジシートでポイントを集めます。チャレンジシートはどうすれば手に入れられますか？はい、中保健センター、西保健センター、北保健センターでお渡ししております。また市のウェブサイトからもダウンロードできます。ウェブサイトからダウンロードできるのは嬉しいですね。チャレンジシートは2種類あるんですか？はい、一宮健康マイレージは毎日チャレンジ版とイベント参加版があります。毎日チャレンジ版は栄養や食生活、身体活動や運動、歯の健康、心の健康などから自分で目標を設定し毎日実践していくものです。イベント参加版はスタンプラリー形式で健康診査や講座、各種教室などに参加するチャレンジシートです。日々の健康管理とイベントに参加する、2つのパターンがあるんだね。そうですね。テレビをご覧の皆さんがイメージしやすいようにポイントの集め方の具体例を教えてください。はい、毎日チャレンジ版は例えば1日1万歩ウォーキングする、1日3回歯を磨くなど自分が30日以上続けられる目標を設定し、その目標を達成することで1日につき1ポイント獲得できます。イベント参加版は一宮健康マイレージ対象事業の健康講座を受講するほか、特定健康診査、人間ドック、各種がん検診などを受診することによってポイントがもらえます。1イベント参加につき1ポイント獲得できます。なお、健康診査など医療機関で受診した場合は受診したことが分かるものを保健センターに持ってきてください。また毎日チャレンジ版、イベント参加版、それぞれチャレンジシートには有効期限があります。毎日チャレンジ版はチャレンジを開始した日から2ヶ月間、イベント参加版は1個目のスタンプが押されてから1年間です。
イベント参加版で一宮健康マイレージ対象事業の健康講座とありましたが、どんな講座があるんですか？はい、医師や管理栄養士、健康づくりリーダーや保健師など様々な講師による講座があります。例えば生き生き健康づくり講座、すっきり運動教室、体に優しい栄養教室などの講座があります。生き生き健康づくり講座では講師に医師や歯科医師の方などを招いて、休養、心の健康、歯の健康、タバコ、アルコール、生活習慣病について学べます。すっきり運動教室では保健師や健康づくりリーダーによる運動の実技や健康講話、実際に屋外で緑道などをウォーキングしたりしています。体に優しい栄養教室では管理栄養士による高血圧、コレステロール、中性脂肪、肥満、高血糖などの講話を聞くことができます。ポイントを貯めるとマイカーが交付されるんでしたっけ？はい、毎日チャレンジ版では30ポイント、イベント参加版では5ポイント集めた方にはこの愛知健康づくり応援カードのマイカを交付しております。へえ、ではマイカについて詳しく教えてください。はい、マイカとは愛知健康マイレージ事業協力店で提示すると様々なサービスが受けられるカードです。協力店には協力店認定ステッカーが貼ってあるので目印にしてください。どんなサービスが受けられますか？はい、お買い物の総額の 5% オフとかドリンク1杯サービス、またスポーツクラブでは入会金無料や1日無料体験チケットがもらえたりします。他に銭湯では指定日に割引で入れたりできるんです。結構身近なところで使えるものが多いよね。そうですね、うん、協力店はどこで分かりますか？はい、市ウェブサイトに一宮市の協力店が掲載されています。また愛知県のウェブサイトの愛知健康マイレージ事業からマイカカードはどこで使えるの？の項目で全協力店を確認することができます。どうすればマイカを手に入れることができますか？はい、必要なポイント数が詰まったチャレンジシートに氏名、住所などの必要事項を記入して各保健センターで申請していただければその場でマイカを交付します。なるほど、申請する際の注意点などはありますか？はい、マイカには申請できる期間があります。毎日チャレンジ版の申請期間はチャレンジ終了日から2ヶ月以内、イベント参加版は5個目のスタンプが押されてから2ヶ月以内です。なおマイカの有効期限は発行日から1年間です。はい、マイカで受けられるサービスは1年間有効なんですね。こういった取り組みをきっかけに毎日の運動や健康を意識した行動が習慣づいていくといいよね。そうですね。松川さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今回のアイラブ一宮いかがでしたか？一宮健康マイレージ、健康になれていろんなサービスを受けられる素敵な取り組みですよね。そうだね、毎日の習慣作り、皆さんもできることから始めてみてはいかがでしょうか。それでは一宮市広報アイラブ一宮、次回もお楽しみに。